まあ、その時代がね、戦争でずっと来てますでしょ。学校でも何しろ勉強よりも勤労奉仕だし、華やかなものは全くなかったんですね。そういうもの憧れる時にそういう時代に遭遇しちゃったから、取っ払いたいっていうか、たまたまそのね、生徒募集の広告を見ただけで、宝塚ってうわーってなんか思ったんですね。ただなんか受けてみたくなったんですね。それで母に言ったら、まあもうびっくり仰天で、そんなのダメだからって言われたんですけど、入ることなんかまた考えないで、何しろ受けてみた、受かってしまったんで、で母が「せっかく受かったんだから頑張ってみたら」って言ってくれたんで、それで入ってさあと思ったら、いろいろ人の前で何かやらなきゃいけない。なんか私間違っちゃったなとその時に思ったんですよね。過去のことも将来のこともあんまり考えないんですね。で、今のことが、今が気持ちよく過ごせれば、それで一歩ずつ歩いていけばいいかなっていう気持ちなんですね。知らない間にここまで来てしまって、自分ではそんな長くやってるつもりはなかったんですけどね。いろんな作品にも恵まれたと思いますしね。あんまりこう積極的にこうしたいとかああしたいとかってないんですね。常にいつも楽しくっていうのはモットーで、嫌なことがあってもそれを楽しくしようと思って、楽しくやればね、いいことになると思うんですね。そんな心がけてるわけじゃないんですけどね、何事も楽しい思いでやればいいんじゃないかなって。これはちょっと恐れ多いんですけども、美智子皇后様は素晴らしい方だと思いますね。大好きですし、全ての意味で立派な方ですよね。